おはようございます。和願瀬の影やんです。今日もよろしくお願いします。ということでヒマラヤラジオやっていきたいと思います。昨日に引き続き今日もですね、ゲスト、鈴鹿さんに来ていただいております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、昨日はねちょっとこう僕が、初めてねそのカイツブに入った時にちょっとこう鍛えていただいたような話もしてたんですけども、そもそもねその劇団カイツブリというかその鈴鹿さんがその演劇というか芝居をねこうするようになったそのきっかけというかその理由というかなんかそういうものってこうなんかあるんでしょうかね。そうなんですよ、うん、話せば長くなるんですが短めにお願いします。そうですね、はい、とにかく私は滋賀 の、うん、出身ではないんです、はい、うん、要するに神戸、うん、育ちの神戸、あ、そうなんです、生まれのっていう、はいはい、うん、人間で、はい、まあまあたまたまね、結婚する相手が滋賀の方やったということで、うん、はい、来たんですけれど、はい、別に演劇にその頃は全くと言うてほどそんなにつながりもやっていたいうわけでもないんです、うんうん、ああ、なんかやっていたというと昔中学時代に演劇部入った。ああ、そうですか。ちょこっと入った。まあ、中学の時入ってはったんですね。なんか興味あったんでしょうね、やっぱりね、うん、ところがね高校生ぐらいからもう全然演劇じゃなくて音楽の方ですね。音楽の方、はい、はは、音楽の分野に、はい、まあのめり込んでいったということで高校の時に、うん、その時はクラブは何か音楽の、うん、独自の活動、自分私、コーラスとか合唱とかそんなんじゃなくて、はい、団体ではなくて、はい、まあその音楽っていうのも、うん、やっぱり子供の頃から人、うん、はやっぱり生まれた時から踊るとか、うん、はははは歌うとか、はいはい、基本的に演劇とかそういうのは、うん、あるんでしょうね。だからこう人前に出てこうなんかこう披露するみたいなのがお好きやったという感じですかね。どうでしょう、ただ自分が好きなっていうだけで、そのほうほうほう、うん、対して人前でやるっていうことにはその快感とかはないんです。歌うことに、うん、喜びがあったりとか、ね、ほうほうほう、ですから歌はまあ子供の頃から歌ってはいたわけですわ、うんうんうん、ところがその高校時代になってからね、うん、そのなんか自分で開いていくいうこと、うん、何かしら目の前を開いていく、うん、自分の目の前を開いていく、どういうことですか、うん、開いていくっていうのはですからそういう団体に入るんではなくて自分自身が自分の開拓していく、ああなるほど、うん、自分の力でやっていくというか、そんな気持ちが強くてね、はは、高校学校行きながら、うん、夜のお店で大きなキャバレーとか、うんうん、そういうのあったんですよ、昔のあれですね。そうそう、うんうん、そういうところへね、うん、そこの、まあ、オーナーであったり、うん、なんていうんですかね、支配人であったり、はい、そういう方に掛け合って、はい、一人でですね、うんうんうん、で歌わせてもらえるチャンスを掴んだんですわ。それ高校時代ですか。はい、高校にもそれだけの動きがあった、自分でしはった。アルバイトとしてね、私はその、まあ、年齢的には、うん、本来はちょっと無理やったのかもしれんけれども、はい、まあ、17、18ぐらいになってくると、うん、相手さんも、うん、アルバイトで早い時間に切り上げるということで、うん、歌わせてくださったんですよ。なるほど、ということは歌手ですね。そうです。で、うん、そこで歌い出したのがきっかけで、うん、まあ、その世界のことを譜面が言ったり、うんうん、ドレスが言ったり、人前で歌うからにはね、うん、それなりの演出があって、うん、そこのお店 の、うん、マスターやったり、うん、そういう上の方からいろいろ提供して育ててくれはったんです、うん、たまたまね、はいはい、でそこからどん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 まあ、プロダクションに入ったりっていうので、うん、芸能界の道ができてしまったんですが、うん、その衣装とかはそのお店で用意してもらう、お店が用意してくださったの、まあ、そんなことって、うん、まあ、珍しいんだと思うんです、うんうん、だいたいプロダクション入ってプロダクションが育てていくいうのが多いんですがね、うんうん、そんな感じですよね、うん、たまたまそこの飛び込んでいった店 の、うん、方がね、うんうん、そういうのをしてくださって、で そこがきっかけで、その後逆に、うん、もうそこだけでは狭いので、うんうん、プロダクションに入ったんですよ。ほうほうほう、プロダクションからもっとたくさんの場所で、うんうん、歌
歌える機会っていうんですかね、また歌も作ってもらうとか、いろいろそこからこう音楽活動が始まったんですね。で、まあ、高校を終えて、活動してたんですけれど、まあ、たまたま出会いがあったんですよ、恋が。あなるほど。恋のおかげで断念することになってしまって、滋賀県へ嫁になった。結婚、今のというか旦那さんと出会いがあって、旦那さんも音楽の、もうすごく素晴らしいピアニストでした。ピアニストさん、ピアニストさんというか、ピアニストだったんですね。でそんなんで、ピアニストと歌い手って言うんですか、もうすぐに統合しちゃって、なるほど、それがきっかけで、もう結婚することになって、滋賀へやってきたんですね。で滋賀へ来てからはね、一切もうそういう活動をやめましてね、全部、で姑もいるような古いお家ですので、いわゆる三つ指ついているようなそんな生活してたんですよ。昔のあれですね。子育てして、そのことに一生懸命やってきたと。そしてね、姑を送った、送ってからですね、送ってからなんか急にまたパーッと、自分の自由っていうんですかね、自由ができたような感じですね。でなんかそれがちょうどね、もう50歳になってたんですよ、すでに50歳やったんですね、50歳になって、さて何をしようかなっていう感じで、音楽も長年やってきたから音楽に変えるいうあれもあったんですけどね、たまたま滋賀県の候補っていうのがありますね、大津市候補とか、それに演劇の、ワークショップアカデミーが載っていたんですね、それで、いやちょっと面白そう、舞台に関係あるっていうのがキーワードかな、でちょっと舞台の近くに行けそうな、ここへ行ったらっていうのがなるほどあって、でワークショップを受けました。でもうその時の先生ですね、指導してくださった先生がね、東京から見えられた有名な俳優や女優を育てられた方だったんです、ね、英宗信夫先生かな、もうやっぱりね、指導者っていうのは大事やなと思いました。やっぱ違うんですね、ですっかり私はもうその虜になってしまった、ハマったというのが、その演劇芝居にこうハマっていったということですね、たったね、もう基本的なもう章の段階のあれだと思うんですよ、内容だったと、ところがもうそれでそれを試してみたくなったんですよ、そこで習ったことを、で終了後すぐにもう劇団を立ち上げよう、みんな仲間を集めようと思って、その時の受講生たちに声をかけて、で劇団かいつぶりが出来上がったということです。なるほど。だから僕も受けてた演劇、何でしたっけ、アカデミー、演劇アカデミーの最初のメンバーっていうことですね。私がね、県の主催なんですが、3年目かな、4年目に私が受けたんです。なるほど。でそこのメンバーでこう声かけてメンバー作り上げたんが、なるほど。みんなね、やっぱりね、受講した就労直後やから、もうみんな熱くなって、でやろうやろうっていう感じで、盛り上がって、賛同してくれたんですよ。なるほど。でもね、いつの間にかわーっと、もうすぐ続かないんですね、なかなか。その熱が上がってるけど下がりますからね、またね。もう1年ぐらい、1、2年はあれなんですけれども、それからいうのはもう、苦労でしたね、ずっとやっぱり大変でした。なるほど。その存続させるっていう、存続させるのがね、続けるっていうことがね、なるほど、
ちょっと、はい、うん、その演劇のきっかけもその、うん、私が舞台に立ってたと、うん、独身の頃に、うん、それだけじゃないんですね。やっぱりそこにはその音楽っていうのはやっぱりキーワードで、うん、演劇に音楽を取り入れる、音楽がすごく重要な役割するっていうのを、うん、その時は、うん、思っていた。なるほど。感じていた。そうですか、うん、ちょっとお時間になります、はい、一旦止めますね、はい、はい、ありがとうございます。